皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、来年2024年9月に自民党総裁選が行われますが、そこで安倍派がもしかして、高市さなえさんを押してくれるかもしれないと、そういった情報が流れてきましたので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら、アイラドットの記事です。 高市さないさんの話題を久しぶりにします。来年2024年9月に自民党総裁選が行われますが、その時に安倍派の会長が決まっていたらその人が立候補するでしょう。 もしくは会長は決めますが、その会長は立候補をしない条件にする。そして会長以外から立候補をしていいと。そうなる可能性が考えられます。しかし、後者の場合は誰に投票してもいいという自主投票という形になります。ちなみに前回の総裁選の時は、 安倍派は自主投票でした。そこで安倍さんが高市さんを押して、安倍派の中でも高いさんを応援する人もいれば応援しない人もいたと、という状況が次回も起こるのではないかと、その可能性は十分にあります。 ということで、今回は朝日新聞系のアイラドットですが、これを書いた編集部の今西は、私の知っている地方議員、今回こちらの記事にも出てきますが、腹を割って話せる相手と聞きましたので、まあ信用できるかなと思って紹介をいたします。しかしあくまでも総裁選は来年ですので、どうなるかはまだわかりませんが、 可能性は十分にあるという記事になります。それではどういう内容なのか見ていきましょう。なぜ高市さないしなのか。決められない安倍派から次期総裁選で押す声が急浮上した理由。非常にいい内容ですよね。G7 広島サミットが終わり、いよいよ解散総選挙の雰囲気が漂う長田町だが、自民党ではすでに来年の総裁選を視野に入れた話題が出始めていると、もっぱら最大派閥安倍派の新会長が誰になるかに注目が 集まるが分裂を避けるためか逃げ切らない状況が続くとそうですよね誰が会長になるかによって分裂危機になるんですよだから今でも決めれないと そういう会長が決めれない状況が続いています。そんな中でにわかに浮上してきているのが無派閥の高市さないしだという、4月の衆参補欠選挙で当選した自民党の岸信長、吉田真嗣白坂秋の三氏が安倍派、政和会に入ったと、そして片山さつき参院議員も加わって100人の大台に到達しました。第2派閥の麻生派は55人、岸田省の岸田派は第4派閥へ46人、なので安倍派の数、 勢いいいいが際立っっっててまますすさんは亡くななた後でも影響力を持っているととうことになりますよねだが、三桁という大所帯が故に、安倍晋三元首相の後継となる会長がなかなか決まらない状態が続いている。現在は塩内流下村博文両会長代理のもとで集団指導体制による運営が続いていると。そこで次期会長の有力候補の一人でもある萩生田光一政調会長は、5月には決めたいとの意向を語っていたと。 おそらくこれは森吉郎氏の意向でしょう。萩生田氏は自分の考えで5月に決めたいとは言えないので、おそらく森吉郎氏の意向をそのまま喋ったのではと私は見ています。そこで5月16日の安倍派のパーティーまでには決まるだろうという見方も多く出ていたと。しかしパーティーで新会長の挨拶はなかったと。このパーティーについては私のこちらの動画で紹介していますので、説明欄にリンクを貼っておきますので動画の最後におすすめで表示し 派がどうして決まらないのかと、皆さん実力をお持ちなんですが、安倍さんが突出していましたので、今誰か一人を決めてしまうと、派閥が分裂してしまうと、仮に萩生田氏が会長になってしまうと、萩生田氏が嫌だと言ってる人もいるんですよね。しかし森喜朗郎氏の意向は萩生田政調会長です。なので新会長を決めることがなかなかできませんので、もしかして来年9月の総裁選までに新会長を決めるというのは、 私は難しいんじゃないかなと思っています。新会長を狙う候補は他にも松尾博和官房長官、西村康稔経済産業省、 高木強氏国会対策委員長、世耕弘重参院幹事長と多いと、この中で残念ながら高木強氏はないと思います。そこでかつての会長森吉郎元首相の意向も大きく影響すると、もうほとんどが森吉郎氏の意向だと思います。皆さん森吉郎氏のことをいつまで関わってくるんだと言われますが、森吉郎氏がいなかったらとっくの昔に分裂していた可能性があります。なので森吉郎氏は非常に大事な存在です。どうして 引退をしている人が関われるんだとそう思うかもしれませんが政治というのは義理人情の世界です森さんにお世話になってるので皆さん言うことを聞くとそれが義理人情の世界ですなので森さんが今でも安倍派をグリップできるということになりますそういう存在がなければ安倍派は分裂するとなので非常に大きい存在ということになりますしかしパーティーでは森氏は岸田氏の挨拶は終わると退席してしまい安倍派についての考えなどは語ら なかったとちなみになんですが、どうして森さんが退席したのかというと、本当かどうかはわかりませんが、萩生田氏に挨拶をさせたかったと。しかし今回萩生田氏は挨拶には入っていませんでした。それを不服に思って出たのであと、そういう話もありますが、本当かどうかはわかりません。名目上は体調不良で帰ったと言われていますが、直前までは岸田相と笑顔で談笑していました。ちょっと考えられませんよね。そこで安倍派の衆院議員は、 今の状態で誰かに決めてしまうとせっかく100人の大台になった派閥が2つ3つと割れてしまいかねない。 仮に誰かが強引に会長職に就いたとしても割れた時には求心力を失う。だが指を加えて見ているだけでは会長になれない。そういう微妙な駆け引きの中でのパーティーだった。下馬評では有力とされる萩生田氏が会長になったら、松尾氏はすぐに派閥を出ると言い出しかねないでしょうねと。松尾氏は萩生田氏より奇数が上ですので、やはりそういう人が会長になったら従えないと。そういう人もいるということです。誰とは言いませんが、 松野氏の他にもそういう人はいます。混沌とする会長争い、その先に見ているのは来年9月の自民党総裁選だと、2021年の総裁選には候補者を出さなかった安倍派だが、安倍元首相は高市さない経済安全保障担当省を押した。そこで安倍派から、岸田首相や河野太郎デジタル賞の推薦人になる議員もいたが、結果は岸田首相がトップ。 高市氏が2位となったと。これは安倍派こそがキングメーカーという強さを見せつけた場面です。これは安倍派というよりも安倍元首相ですよね。安倍元首相の力があったので岸田首相がトップ、高市さんが2位になったと。それは河野太郎絶対に総理大臣にしてはいけないと。そういう意味で岸田さんが総理大臣になれたと。まあ安倍さんはいつか岸田首相を総理大臣にしないといけないと思っていたそうですので、今回それが叶ったということになります。そう なぜ安倍さんは高井さんを押していたのに岸田省を首相にしたのかと、そう言われるかもしれませんが、高井さんは総裁選に初めて出たんですよね。総裁選に初めて出て勝つというのはなかなかないと思います。皆さん複数回出て総裁の座をようやくつかむと、そういう感じになります。高井さんも総裁選に出るまでは知らなかったと言われる人も多いですよね。なのでもう一回出たので、 次は勝てる可能性が上がっていくということになります。しかし河野太郎は何回出ても当選できないと。そういう人もいますよね。石場茂とか、もう河野太郎は石場茂状態になるでしょう。何度も出るが当選はできないと。そんな感じですよね。そこで安倍派の国会議員は、最大派閥なのに2回続けて総裁候補を出せないということは絶対にないと。 口々に言っているそうです。皆さん自民党の中にどうして派閥という存在があるのかご存知でしょうか一番の目的は、派閥の会長を総理総裁にすると。それが目的なんですよね。なので最大派閥なのに2回続けて総裁候補を出さないというのは絶対にないと。と言っている意味がわかりますよね。それが派閥の目的だからです。そうしないと最大派閥なのに他の派閥の草刈り場になってしまうと。それはプライドが許しませんよね。 そして派閥というのは政策を練る集団ということにもなりますので、派閥の中でもいろんな分科会を設けて、いろんな政策を練っているということもしています。それが派閥の機能です。とはいえ、最大派閥の安倍派が結束して選んだトップが総裁選に出れば、当然首相の椅子まで視野に入ると、そりゃそうなりますよね。 だからこそそう簡単には決まらないのだと。これも説得力がありますよね。安倍派の会長の椅子イコール総理総裁の椅子だと。そういうことになりますよね。それは簡単に決めることはできないんでしょう。そしてそれは他の派閥、岸田派や茂木派も決まらないことを願っているでしょうね。一方の岸田首相も再選のためには安倍派の支援は不可欠だと。そこで岸田のある国会議員は、岸田首相としては総裁選で安倍派がまとまって 応援してくれるのが理想だから今の政権運営でも安倍派に配慮している感はあるしかし数の圧力でずっと安倍派に首根っこを押さえられているのもそろそろ限界うまく安倍派が分裂して勢力が割れれば好都合だけどそうなるにはまだまだ時間がかかると岸田派の人たちもそう思っているらしいですつまりいつかは割れるであろうと会長を決めたら割れるであろうとしかしそれには時間がかかるなとそう思ってるみたいですよね そうした状況の中で安倍派の一部では割れないようにするには来年の総裁選も後者なしの方がいいじゃないかとの意見もあるとその場合有力視されるのが高市氏だとこれは十分あり得ます ここまでの話をお聞きいただいて、可能性としては十分にあり得ますよね。あとは安倍派の人たちのプライドの問題だけだと思います。派閥を割らせたくないのであれば、無所属の人を応援すると、それが一番無難ですよね。そこで元安倍派出身の高市を押すと、まあ安倍派の中にも高市さんを嫌っている人もいますからね。なのでおそらく高市さんを押す場合は、前回同様に自主投票にするのであと思われます。 そうなると問題なく安倍派の中でも高市さんを押す人も出てきます。放送法をめぐる行政文書を捏造と断じ、議員辞職も辞さないと突っぱね、国会で追及されていたさなかの4月の奈良県知事選で維新に敗れ、党内では県連会長としての責任を問う声も出ていたと。 高市さんの責任を問うことになると、和歌山の衆院補選で敗れた、和歌山の県連会長、二階俊博氏も責任を問わないといけませんよね。そして二階氏は奈良県知事選で絡んでいたのではと思われます。しかし4月30日には奈良市で、 高市さない議員を内閣総理大臣にする海外開かれたと、これについては私もこちらの動画で詳しく説明していますので、こちらも説明欄にリンクを貼っておきますので、動画の最後におすすめで表示をさせておきます。この動画は来年9月の総裁選に向けて重要な動画ということになります。この動画の中では来年9月の総裁選で高橋さんが何を語っていたのか、それを明らかにしていますので、まだご覧いただいてない方はぜひご覧ください。 ご覧ください。 その高市さなしを内閣総理大臣にする会は、準備委員会は昨年から動いていました。北海道などでも同様の会があるというので、地元でのもとこの時期に発足したんですよと。奈良県知事選の責任論というのは、地元ではほとんどありません。会場が超満員だったのがそれを証明していますと。と高市を応援する地元の地方議員は言うと、この地元の地方議員というのは私は非常にお世話になっている方です。その方にこの 知人のことを聞いてその方がコメントをしていたという裏を取りましたそして補足ですがこの奈良で開いた高市さな議員を内閣総理大臣にする会これは高市事務所は講演していますが主催は高市事務所とは別組織ですそして高市事務所の所長に聞いた話ではこの会というのは前回の総裁選の時に 高市さんを総理大臣したいと言われる方が全国にいます。その全国の皆さんが地域で立ち上がって、まずは北海道で立ち上がりました。そして滋賀県と三重県でも立ち上がってきているみたいです。そしてそういう都道府県で、こういう会がありましたら私に連絡をくださるようになりましたので、新たな情報が入りましたらどんどん発信していきます。なのでチャンネル登録と通知ボタンをお願いいたします。そしてその高市市4月30日の会、 では。 閣僚の一員などで岸田首相をお支えしますと言いながらも次期総裁選はすでに推薦人20人は確保しておりますと語り会場では大きな拍手が起きたというと私はこの会に参加していましたので確かにそう語っていましたそしてどうやって確保したのかというのは私の動画をご覧くださいそこで前室の安倍派の衆院議員は安倍派も100人いるなら前回同様に20人を高市の推薦人に回して いいいと思ういや、もうすでに加工済みなんですよね。それをご存知なかった様子です。高市は安倍元首相が押したし国民的な人気も高い。派閥が割れずに済むなら安倍派で一定程度高市を押すのがいい。内心そう思っている人は少なくないはずだと。そうでしょうね。 前回の総裁選の時に、いやいや入れた人もいるかもしれませんが、そうでない人は高市さんを押したいと、そういう人の方が多いと思います。それはなぜかというと、高市さんの思想は安倍さんの思想に似ているからですよ。そして安倍派の中にいる人たちも似ている人がいると、そうでない人もいますが、おそらく安倍さんの思想と似ている人も多いでしょう。 これは最大派閥が割れないようにするための選択肢の一つと見ているようだと。そうなりますよね。自民党の元職員で党本部の政務調査会を長く担当し、岸田派工事会の事務局も務めた経験がある田村重信氏は、安倍派がトップを決められないのは派閥の歴史も大きいと話すと。 過去を遡ると、清和会には分裂の歴史がつきまとう。1991年に死去した安倍派の父、慎太郎氏の後継をめぐり、三塚博士、加藤むつ氏、老氏が激しく争い、サブロック戦争とも呼ばれたと。最終的に三塚氏に決まると、その後、加藤氏らが会を出たと。ちなみに、朝8日によく出ている加藤孝子さんのお父さんがこの、加藤むつ氏です。そして、加藤勝信厚生労働大臣は、この加藤むつ氏の義理の息子です。 加藤勝信氏は加藤孝子さんの妹と結婚されています。そして婿養子に入ったと。そしてそういうサブロック戦争があったと。さらに2009年には森氏と中川秀直氏が対立し、中川氏が離れていったと。森吉郎氏は過去にそれがあったので危惧しているということになります。 三塚氏と加藤氏の激しい争いを知っているベテランもまだ安倍派にはいます。森氏の力があれば後継指名したら決まるでしょうけど、そこまでできないのが正直なところ。それは安倍元首相の存在も大きかったということです。派閥の最大の目標は会長首相に押し上げること。最大派閥のパーティーで新会長が挨拶できないというのはいかがなものかと感じますが、しばらくはとりあえずの会長が続くのかもしれませんと。 田村氏は語っています。なので会長を決めてしまうと派閥が割れると、来年9月の総裁選までには決まるとは思えませんよね。 なので総裁選は安倍派は自主投票になれば、高市さんを押してくれる人たちは必ずいます。それに期待していきましょう。非常にいい記事でしたよね。そしてこちら、産 k i d のページです。6月11日日曜日13時から、高順社というところでオープンフォーラムがあります。これはオンラインライブ配信、無料で行われます。 テーマは経済安全保障を考えるということで、高市さんが狙います。もう高橋さんは経済安全保障のことを語ると止まりません。それぐらい熱が入っているということです。そして桜井義こ氏も狙います。そういったオンラインライブ配信が無料で行われます。 これの申し込みフォームがありますので、こちらのページについては説明欄にリンクを貼っておきます。そしてこちら、高市さんのホームページ。皆さん、高市さんの講演会に入りましょう。そして、高市事務所から自民党に入党すると、 高市さんを支援することになりますちなみに先日自民党から発表がありましたが党員獲得数1位が青山市があるし3位が高市さないしでしたただですね党員の申し込みフォームがないんですよその状態でも3位でした今からどうやって申し込みをすればいいのか説明をしますちなみに高市事務所の所長さんから聞きましたが党員申し込みフォームは現在作成中だそうですそして党員申し込みフォームができましたら高市 チャンネルで高市さん自らがそれを紹介されるそうですつまり青山しげ氏がやっているように入党の紹介をするそうですそれでは現在どうやって申し込みをすればいいのか説明をしますまずは講演会入会を押してくださいそれを押すとこちら新時代政策研究会ご入会お申し込みフォームが出てきます こちらは講演会の名称です。ちなみに講演会は1000円から入ることができますので、高市さんを応援されたい方は講演会にも入りましょう。ちなみに他の議員さんから入党された方も講演会には入ることができます。そしてこちらに必要事項を入力されて、メッセージに、 当院になりたいので申し込みを送付くださいと。そう書いていただければ当院の申し込み書も送られてきます。さらに、広く間の動画を見て申し込みましたと。そう書いていただけると、特典は何もありませんが、動画を見てどれぐらいの申し込みがあったのか参考になりますので、可能であれば書いてみてください。ちなみにこちら自民党のホームページ、当院資格というのは、我が党の考領主張政策等に賛同される方、そして満18歳 以上で日本国籍を有する方そして他の政党の党籍を持たない方ですそして党費は年間4000円ですですが家族は2000円ですなので夫婦ですと年間6000円さらに18歳以上のお子様が2名いらっしゃる場合は 家族4人で年間1万円です。当院の方は投票用紙が送られてきます。厳密に言うと2年間当院の方です。しかし近年の総裁選を見ていると、前年までに当院になられている方に投票権が付与されました。なのでそれが変わらなければ、今年までに当院になっておけば、来年の総裁選の時に高市さんの名前をかけると、なので高市さんを応援される方は、ぜひ高市事務所から入党をお願いいたします。ということでこちらの のページも説明欄にリンクを貼っておきますので、どうしどうしお申し込みをされてみてください。ということで。 高市さんが来年9月総裁選で立候補されると、安倍派が応援してくれるかもしれないという情報でした。また高市さんに関する情報がありましたら動画をアップしますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォロー、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。 Yeah.